クズアメリカ合衆国におけるクズ反もするクズが木々を覆っている様子。ジョージア州アトランタで撮影。アメリカ合衆国におけるクズは侵略的外来種として広く認知されている。同種はアメリカ南部地域において年間15万エーカーの割合で生息域を広げており、あまりの成長の速さから除草剤の散布や刈り取りではほとんど食い止めることができず。 その上、助走にかかる費用は毎年600万ドルずつ増えつつあると言われている。しかしこれには異論もあり、アメリカ合衆国森林局は年間2500エーカーであるとの見積もりを発表している。クズの移入はアメリカ合衆国の環境に重大な影響を与えており、南部を飲み込んだ鶴の衣装で呼ばれることもある。クズ、兵庫県川西市で撮影。クズは アジアを原産地とする多年生ツル植物であり、主に中華人民共和国や朝鮮半島、日本の温帯、亜熱帯地域に分布している。葉は3枚の小葉から構成されている。クズ属を構成する5種は近い関係にあり、アメリカで現在反模しているクズについても、これらのうち2つ以上の種を祖先とするものであると考えられている。商用は楕円型で大きく、 それぞれに三つの列片を持つ。葉の裏面には毛が生えている。豆か植物であるクズは窒素固定をすることができ、痩せた土壌で育った場合でも最大95%の窒素分を自給することができる。鶴に沿って結節があり、クズはこの部分から茎や巻きひげを伸ばすことによって体を支えたり構造物に付着したりすることで勢力を広げる。ル植物であるクズは 結節から伸ばした茎や巻きひげを使うことで、ほとんどの構造物の表面をよじ登ることができる。クズの結節が土壌に接触した場合はそこから根が下ろされ、鶴が地面に固定される。根は開根であり、水分と澱粉が豊富である。クズは他の指示物に巻きついて成長するため、木質の茎を作るために必要な資源を節約し、代わりに、 根の成長のために資源を使うことができる。クズ全体の総重量の40%を根の重さが占める。クズには茎が土壌に露出しているところならばどこでも根を張ることができるため主に栄養繁殖で増える。有性生殖については完全に倉庫な者に依存している。クズは再生している森林などの日光の当たるところを好むが完全な日向や 半日影の場所でも育つことができる。この特質から、クズはアメリカ合衆国南東部において屋根付きのベランダに植える園芸植物として人気を博した。このことは、クズが南部を飲み込んだ鶴と呼ばれるようになる現況となった。クズは日本原産と考えられている植物であるが、原産地においては、クズは冬になると地上部が故死するため、 それほど重大な脅威になることはなかった。クズはその後中国とおそらくは朝鮮半島にも持ち込まれたと考えられている。日本においてクズは北緯44度線から北緯30度線にかけての山間地域及びほとんどの低地に生える。朝鮮半島においてはクズは最低気温摂氏マイナス30度の地域にも生息している。クズが初めて アメリカに紹介されたのは1876年のフィラデルフィア万国博覧会の時であった。また、南東部に持ち込まれたのは1883年のニューオーリンズで行われた博覧会の時であった。クズはベランダに植えるための園芸植物として大規模に販売され始め、20世紀の半ばにはタンパク質を豊富に含む牛用飼料を 土壌流出を防ぐための植物としても販売され、ダストボールによる土壌の侵食を解決する手段として、市民保全部隊によって植え付けられた。土壌保全局はクズを斜面の土壌流出を食い止める手段として使うことを奨励し、政府の主導により8500万本の苗木が配布され、1ヘクタールあたり19.75ドルの奨励金が配られた。1946年までにクズは、 推定120万ヘクタールの敷地に植え付けられた。渡見花造虫の中外と面下の不作により、複数の農家によって農地が放棄されると、植え付けられたクズはそのまま放置された。アメリカ南東部の気候、環境はクズに好都合であり、クズは事実上、歯止めが効かないほどに反もしてしまった。1953年に、 アメリカ合衆国のオーム省はクズを土壌保護植物の推奨リストから外し、1970年には雑草に指定した。クズは1997年には連邦有害雑草法による規制対象に指定されていた。現在、クズはアラバマ州、ジョージア州、テネシー州、フロリダ州、ノースカロライナ州、ミシシッピ州などを中心に、 アメリカ南東部の土地300万ヘクタールを覆っている。また、ニューヨークの行政区やオハイオ州のコロンバス、カナダのノバスコシア州などでも報告がある。アメリカにおいて、クズは、飼料、土壌改良剤土壌の流出防止に使われるほか、鶴がフォークアートの素材とされることもある。朝鮮半島では冷麺に代表されるように、クズの根に含まれるデンプンが、食用に供されるほか、 健康食や薬用にも使われる。中国では、カッコンは漢方薬の一つとして扱われ、煎じて飲んだり、アルコール依存症に対する治療法として用いられたりする。クズによるアルコール関連の問題の治療に有効性があるかどうかは現在疑問視されているが、実験では有望な結果が出ている。日本では、クズ根から取れるデンプンであるクズ粉を、 食用内し薬用に使われるほか、乾燥させたものを病気の動物が食べるための干し草として使うことがある。クズ粉は日本料理で使われ、国内では広く消費されている。また、ジャワ島、スマトラ島、マレー半島、他にプエルトリコ、南アメリカなどではクズを農作物として栽培している。それ以外の利用法として、紙すきや食品製造、訓場、 蜂蜜製造、メタン製造などに使われることがある。また、クズをバイオ燃料として利用する研究がある。アメリカ合衆国におけるクズの分布図。クズはペンシルベニア州の土壌侵食を食い止めるため、1876年に土壌保全局と市民保全部隊により計画的に導入された。クズは当初、室内でも生育する。 園芸植物として南西部に導入されたが、20世紀初頭までには、その他の用途にも使われ始め、結果自由へされることになったクズは周辺に勢力を伸ばすことが容易になった。クズが導入されてから135年が経った現在、クズはすでにアメリカ南東部の土地300万ヘクタールを覆っており、この面積は年間5万ヘクタールずつ拡大していると言われている。この過程で送電線、 建築物、固有の植物などが多く犠牲になっている。アメリカ合衆国においては、クズの生育はアラバマ州、アーカンソー州、ワシントン DC デラウェア州、フロリダ州、ジョージア州、イリノイ州、インディアナ州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、メリーランド州、ミズーリ州、ミシシッピ州、ノースカロライナ州、ノースダコタ州、ニュージャージー州、オレゴン州、 オハイオ州、ペンシルベニア州、サウスカロライナ州、テネシー州、テキサス州、バージニア州、ウェストバージニア州で報告されており、ジョージア・ラバマ・ミシシッピの3州で特に被害が深刻である。クズは他の植物すべてを歯で覆い隠し、幹を締め付け、枝を破壊することで根こそぎにしてしまう。クズは急速に成長し、また、 疾走分の少ない土壌でも生育することができる、特性を持っているため土地の資源を素早く獲得し、在来の植物を競争から追いやることができる。クズと競争可能な植物としては、コミのネズミ餅やスイカズラがあるが、いずれもアメリカでは侵略的外来種として扱われている。アメリカ南東部は、同国内の他の地域には見られないほど、生物多様性が高く、クズの反応は、 非常に厄介な問題である。クズをはじめとする外来種により環境が破壊され多様性の貧しいツル植物の荒野ができることは同地域の生態系に対する重大な脅威である。クズは非常にストレスに強い植物である。クズには乾燥に対する耐性があり、草害持ち上部にしか影響を与えない。また、窒素固定菌と共生しており、 空気中の窒素をアンモニウムに変換することができる。アメリカ南東部において、クズは1ヘクタールあたり、年間2 3 5ラムの窒素を固定しており、これは在来種のそれと比較して一桁多い数字である。この特性によって、クズは、他の植物が育たないような窒素分の少ない土壌でも、生育することができる。こうして作られた窒素分は、クズの葉の成長を助け、 光合成の能率を高くする。クズが大気組成に与える影響についての研究はほとんどないが、ニューヨーク州立大学、ストーニー・ブルック校の研究によれば、クズはアメリカ合衆国東部の大気中の窒素、酸化物濃度を高めるほか、土壌酸性化とアルミニウムの溶脱、硝酸塩の浸出による水生生態系の汚染などに加え、気温が高い時には、 大流圏オゾンを 2PBB 増加させていることが分かっている。一度定着した暁にはクズは急速に成長する。クズは1日1ーと1つの季節あたり60フィート成長する。クズは根を成長させるために大部分の炭素を割り当てていることにより十分な栄養を確保し、急速な成長と無性生殖による分布拡大を可能にしている。クズの一次は 重さ 180kg 以上に直径1 8センチメートルにも成長することがあり、1日に地中3センチメートルを掘り進めることができる。クズはがどに接触している部分ならどこからでも根を張ることができ、このことによりクズはどの方向にでも鶴を伸ばしていくことができる。一度根付いた鶴は1年以内にちぎれ、別の株として成長するため、クズ群落を除草する際には、 すべてのツールを取り除く必要がある。栄養を確保する能力、急速に成長する能力に加え、クズは超位運動、すなわち最も光合成を行いやすい方向に葉を動かす運動をすることができる。また、クズは自分で体を支えることができず、他の植物に這い登ることで日光を得るため、構造に寄生する植物と呼ばれることがある。クズは、 生育が早いためすぐに他の植物に覆いかぶさり日光を得られないようにしてしまう。アメリカ国内においてクズは森林の生産性を落とすことにより1億ドルから5億ドル程度の被害を出していると見積もられている。またクズの駆除には1ヘクタールあたり5000ドルの費用がかかる。他電力会社はクズにより被害を受けた送電線の復旧に 年間150万ドルをかけている。ビックスバーグ国立軍事公園、チカマウガ及びチャタヌーガ国立軍事公園、グレート、スモーキー山脈国立公園といったアメリカ合衆国南東部にある国立公園において、クズの管理は大きな懸念事項となる。ビックスバーグ国立軍事公園では総面積2000エーカーのうち190エーカーにクズが繁茂しており、 公園の歴史的価値を損なう危険性がある。鶴の刈り取りによる除草は除草剤の散布よりも効果的な手法であるが、より時間がかかる。クズの繁茂を防ぐためには、クズが成長する時期に月1、2回地上部の刈り取りをしなければならない。この手法を実施する際は、刈り取り後の鶴から株が再生することを防ぐために燃やしたり、 家畜の飼料にしたりするといった方法で鶴を処分しなければならない。また、テネシー州チャタヌーガでは2010年により試験的にヤギとラマを使った除草の実験を実施している。同様の実験はノースカロライナ州ウィンストンセーラムとフロリダ州タラハシーでも行われている。除草剤によるクズの除草は時間はかからないものの難易度は高い。一般的に クズの除草には、ピクロラムやトリクロピルといった農薬が使われ、最も有効性が高いのは、テブチウロンとピクロラムであるとされる。しかし、こうした除草剤は効果であり、1エーカーあたり40メートルガロンから80メートルガロンを消費する、この防除法は、経済的負担が大きい。除草剤による防除が最も効果を発揮するのは、クズが成長する時期の、 6月から10月にかけてである。毎年散布することにより、より有効性は高まるが、完全な防除には2年から10年が必要であると、される。また、その他の手法としては、太陽熱消毒法がある。太陽エネルギーを使って土壌を熱し、クズの根を死滅させるという手法であり、農薬や、その他の有害な物質を使わずに除草をすることが、できる。また、 太陽熱消毒法によりクズを除草すると、クズの組織が分解されることにより、土壌中のカリウム濃度が上昇することが分かっている。クズの科学的、直接的防除は両者とも長期間行うことが難しいため、生物的防除の利用が提案されている。すでにいくつかの手法が実行に移されており、これからも防除に使われる生物は増えるだろうと、されている。 クズが生える場所には多くの植物病原菌、植物やその種を食べる昆虫が存在している。昆虫による種子の捕食はかなり頻繁に行われており、ノースカロライナ州で行われた研究ではクズの種子のうち81%が捕食被害にあっていた。他の研究ではクズを餌とする昆虫が25種類確認されている。この研究によりクズの他に 何を食べるのか分かっていないカブトムシやハバチの仲間が複数種確認された。他の研究では、クズの茎を食べるゾウムシ2種とクズの根を食べて成長するカブトムシ8種が確認されている。クズを食べる生き物は、大豆やホックピーナッツといった近縁の農作物として扱われている植物を食害することがあるため、防除用の生物を選定する際は、その生物が 餌とするものの範囲を確認しておかなければならない。病原菌もクズの生物的防除のために使われることがあり、菌類の一種、マイロシーシアムベラカリアは防除の手段として有望であるとされている。この病原菌は摂氏30度から40度の時に最大の効力を発揮するが、これは現地の気候条件に一致しており、さらに菌が散布した部分から、 さらに広がることがないことも分かっている。しかし、この菌類は哺乳類に有害であるため扱いには最新の注意を払う必要があり、その部分が最大の欠点となっている。クズの防除に使える植物病原菌が他にないか研究されているが、見つかっていない。ありがとうございます。